戸川秋骨から1939年7月9日は、日本の評論家、英文学者、教育者、翻訳家、随筆家。別号は、秋骨のほか、清月、早川大村、早川魚郎、青五道、長母、影露フなど。明治3年、東昇都純土長男として、日後国玉名郡岩崎村に生まれた。生まれ年から、民産と名付けられた。東氏は、 熊本藩の師範高瀬藩の藩士で、過労の原家から養子入りしていた。1877年、一族と上京し、東京師範学校付属小学校に入り、友江町の友江小学校に転じた。世を捨てた父よりは、その辞代にしつけられ、1883年、大阪へ伴われて、大阪中学校に学ぶ傍ら、漢訳の聖書や英語を習った。東京へ戻り、 築地で高等下宿を経営していた祖母に引き取られた。1885年から、ドイツ下宿人だった高橋総安らから、当時最新の翻訳小説を貸し与えられるなどして、内外の文学に親しんだ。1888年、重帝の王の豊田と第一高等中学校を受験するも共に不合格となり、叔ば、横井玉子の中介で、 明治学院普通部本科2年に編入学し、島崎藤村と、後馬ばば町と同級になり、1891年、卒業した。すでに英語は自由だった。内田周平に、創始を習った。徳富祖法に掲示した。日本福音協会の福音人学校を手伝って、自活した。明治学院24年度卒業写真、最高列左から4番目が、秋骨。 左から二番目が、島崎東村1893年1月に、創刊された文学界の同人となり、3号から寄港した。正月、鴨目水、早川魚郎などの筆名も使った。1894年夏から文学界同人と共に、樋口一葉と付き合った。その年末から1895年中頃まで、岩本義春の明治女学校の講師を務めた。 1898年1月の週刊に至る文学界の数号を編集した。1895年、東京帝国大学英文化専科に入学し、ケイベル、黒川マヨリラの感化を受けた。1896年から翌年まで帝国文学の編集委員になった。1896年の一応の葬儀を斉藤緑夫と取り仕切った。 1898年東大戦火を終了し、山口高等学校の講師となった。同僚の笹生説に誘われて、洋曲をはじめ、同じく西田喜太郎と交わった。気さくな人柄から交友が広かった。1904年、山口高等学校の学生が変わり、翌年退職し、1906年、小賀小,小林文7の欧米周遊の通訳として、随行した。 1907年明治大学の講師、新州大学講師、1908年東京高等、師範学校講師となった。1909年から1911年まで、早稲田大学講師を務めた。1910年慶応義塾大学講師となり、文科と余科で英文学を担当し、1911年、教授となった。同年、由いともと結婚し、後、三女一を得た。 長女、エマの名はエマーソンに、長男ユーサトルの名は、ビクトルユーゴーにちなんでいる。1916年から1925年まで、明治学院に出向した。1917年、平田徳北と久木と協約で、エマーソン全集を観光した。1923年から、雑誌、北の編集委員になった。1925年から、文化学院に出向した。 1931年、慶応義塾大学本科を辞め、以降、余科、経済学部の講師になった。1933年から、教え子たちの秋子使いが開かれた。セルボーンの博物誌の翻訳が縁で、1934年の日本野鳥の会発足の発起人に名を連ねた。1939年3月、慶応義塾大学と文化学院を退職した。 5月以降病がし、7月神経痛のため、慶応義塾大学病院に入院し、急成人運営を併発して、9日に没死した。自然院尺へ明明、骨小,小寺、墓は玉霊園にある。1949年から三田文学が戸川紀骨賞主催。文学会誌への寄稿文は掲載校に記載されている。各校末の 例えばは、1893年1月発行のい、以下の各行のの後は、最終と思われる重版開版。没後没後。ありがとうございます。